京都体育館にファンファーレが鳴り響きました。第17回全日本空手道選手権大会決勝戦が行われます。黒沢博樹、昨年の覇者、2年連続優勝を狙います黒沢博樹初段であります。初優勝を狙います松井昭義三段であります。この決勝戦も3分間で争われます。黒沢の表情、松井の表情、これまで実に松井らしい、そして黒沢らしい、素晴らしいその戦いでこの決勝まで勝ち進んでまいりました。さあ決勝戦の3分間始まりました。軽い下の蹴りの応酬です。ちょっと突きが顔面に当たりましたか。黒沢がちょっとそのあたりに手をやっておりました。大丈夫大丈夫、そんな表情を見せまして試合続行であります。出だしは堂山さん、この2人、予想通りですか。そうですね、はい、この2人も当然やはり当たるもんだと、思ってですね、はい、相手を研究し尽くしていると思うんですね。大技を見せました松井、右後ろ回し蹴り、かろうじてわずかな差を持ちまして黒沢が外しています。黒沢が必要な下段蹴り、連続しての下段蹴り、そしてインサイドへの右ロキックを持っていきました松井。かなり高い前蹴りを飛ばしました、威嚇しました松井であります。おそらくこれからの極真空手を背負っていく人材でありましょう。初優勝を狙う松井、2年連続優勝を狙う黒沢、右のロキック、128番松井がバランスを崩しました。うん、またちょっと顔面に当たりましたか。攻撃は後半に入ってじわりじわり効いてきますね。はい、そうですね、松井君あれだけローキックをやっぱり打たせてはダメですね。そうですね、防御はしてますけれども、やっぱり数多く当たりますとどうしても動きが鈍くなりますからね。松井が時折前蹴りを飛ばしてまいりますが、これは次の攻めへのつなぎでありましょう。今度はゼッケン9番の黒沢がちょっと一瞬尻餅をつきました、バランスを崩しました。今のところ一進一退ですね、ゴムゴムですね、はい、うかつに出られません。おっと右上段前蹴りを見せました。松井相変わらず丁寧に丁寧に突き、あるいは下段の回し蹴りをコンビネーションいたします。昨年の優勝選手黒沢、2年連続優勝を狙う黒沢であります。もうほとんど時間を残しておりません。この決勝戦の3分間、今太鼓が鳴りました。試合終了です。果たしてこの3分間で決着がつきましたかどうか。引き分けが、うん、全員引き分け。今回も優勝しております。増田選手に延長延長軽量試し割り、これで決まらず再延長と苦しんでこの決勝に進出してまいりました松井。すでに延長の2分間試合が始まっております。互いに相手のボディを叩く、胸のあたりを突く、突きを入れます。大きな歓声が起こりました東京体育館。右の前蹴り、松井そして黒沢共に前蹴りを一つずつ、そしてポジションの取り合いから、さあどうつなげていきますか。3分間で決着がつかず、やっと後ろ回し蹴り、128番松井が見せました。延長戦の2分間に入っております。
先ほどは執拗に下段蹴りの連発を見せました黒沢。ちょっと足の動きは止まりましたか。睨み合いです。17回大会のチャンピオンは黒沢か松井か。延長戦2分の1ちょうど半分、1分間が経過いたしました。どっちがどうなんでどう攻め上がるんでしょう。そうですね、もうお互いに手の内を知り尽くしてますので、もうお互いにですね突破口を探したいんですけれども、探せられないという状態で、だと思うんですよね、はい。残り30を切りました。残り30、この辺りで大技を一つ一つ持っていきますと、その優勝に一歩一歩近づくわけであります。大きく近づくわけであります。さあ蹴り合いだ、さあ蹴り合いだ。松井、そして黒沢が、黒沢にとっては2連覇を、松井にとっては初優勝をかけての蹴り合いであります。頭をつけての蹴り合い、そして突き合い。黒沢選手も疲れてますね。今試合終了であります。大きな拍手が沸き起こりました。これが松井、黒沢、松井初優勝です。松井初優勝。黒沢2年連続制覇なりませんでした。松井明義三段初優勝であります。何か松井が泣いてますね。松井が泣いてます。顔がくしゃくしゃに歪んでいます。松井明義初優勝を勝ち取りました。まず128番のその松井が本部席に大山館長のところに歩み寄りまして、泣きながら優勝のその報告と申しますか、挨拶を行ったところであります。お送りしてまいりました第17回全日本から